こんにちは、えー。テスト勉強チャンネル3回目の動画ということで、えー、今回は何のお話をするかというと、えー、国, <laughs> 国民国家の成立一のプリントの、えー、とちょっとお話を、ね、していきたいと思います。えっとまあ、このプリントのテーマは、まあえっと、イギリスが絶対王政から自由主義に至るまでの、えー、歴史背景、歴史の流れですね。はい、ということで、えーまあ、大体の流れとしては、 ウィーン体制から7月革命によって自由主義に変化していくまでの流れをちょっとね、えー、話していきたいと思います、えー、じゃあ読んでいきますイギリスはビクトリア女王が即位した1837年からの半世紀間世界の覇権を握ったあまあはいここはまあ事実,事実を述べただけなんでねえー まあ、飛ばしましょう、飛ばしましょうっていうような、まあ、ここはまあ、ただただ暗記って感じですね。ああ、そうですよ、あのー、なんか、ね、こないだの動画がちょっと20分っつって長,長すぎちゃったんでね、ちょっとなんかスピーディーにやりたいですね。 イギリスの繁栄は自由主義によって支えられた1846年には穀物法が廃止された1813年には東インド会社のインド貿易独占権が1833年には中国貿易独占権が撤廃された1807年には奴隷貿易が廃止され1833年には奴隷制度そのものが廃止されたということです、えーまあえー、自由主義なんですけど自由主義はまあ主に2つの柱から成り立っています、えー、1つ目が、えー、経済的自由 2つ目が政治的自由ですね。まあ、この2つを保障しようぜっていう考え方が自由主義です。で、えー、1846年に穀物法が廃止された、えー、そもそも穀物法って何なのかっていうと、えっとまあえー、当時、えーまあ、地位イコール金みたいな、あまあ、今もそういう風潮ありますけど、えっと、ですから、まあえっと、上陸階級の方々が自分たちの えー、地位を確保するために、えーあのー、穀物、輸入穀物に高い関税をかけて、その関税をもらってたってことですね、まあ、ちょっと今、今のはちょっとまあ推測ですけどね、はい、ででそれがなんで廃止されたかっていうと、まあ、当時の労働者の賃金っていうのは、まあ、最低限の生活費を支給すればよかったんですね。 えですから、まあ、あの当時のてか今もですけどあのいや主食って、まあえっと、穀物を使ったものじゃないですかで,ですからその値段を下げれば労働者の、えー、労働者に対して払わなきゃいけない賃金も下げられるじゃないですかえですから、えーまあ、産業資本家たちが、えー、穀物層に反対して。 えー、結果穀物、えー、法が1846年に廃止されたというわけです、えー、で、えー、次1813年には東インド会社のインド貿易独占権が1833年には中国貿易独占権が撤廃された、えー、そうですねインド貿易独占権と中国貿易独占権っていうのはまあ、えー、東インド会社が、まあ、インド貿易と中国貿易を、まあえー、独占するっていうまあ まあ名前通りの、えー、権利だったんですけど、まあ、これが自由主義の時代になってくると、えー、貿易の自由貿易の邪魔になってくるわけですから、えーまあ、これはまあ邪魔だということで、えー、撤廃されました、えー、1807年には奴隷貿易が撤廃され1833年には奴隷,あ奴隷制度そのものが廃止された、えー、そうですねあのこの間の、えー、とアメリカの、えー、なんだっけ歴史の一行前の,の動画で えと北部アメリカではまあ奴隷制度反,反対の人が多かったですね、まあ、北部アメリカっていうのはまあイギリスから入ってきた人が多いわけですから、まあ、イギリスにはもともとそういうあの時代を先行する、えー、奴隷制度はもうやめにしようというまあ思想があったというわけですですですから1807年には奴隷制度が廃止1833年には奴隷制度そのものが廃止されましたはい次です、えー 長い、ね、これ1824年には団結禁止法が廃止されて労働組合の設立が認められ1833年には総括的な工場法が施行されました1828年には審査法が廃止され29年にはカトリックへの差別を,を撤廃するカトリック教徒解放令が施行されました1832年には第1回選挙改正がなされ 都市の中産市民層に選挙権が拡大したが選挙権が与えられなかった労働者階級は男子普通選挙制などを求めるチャーティスト運動を展開しましたえっ、ー、とじゃあ、えー、まずね1個目からね解説していきたいと思います、えー、先ほどのですね自由主義は、えー、と経済的自由と政治的自由によって支えられているというお話をしましたが 1二2 4年の団結禁止法が廃止されて労働組合の設立,が設立が認められたっていうのも、えー、まあその一つですよね。えーまあ、えー、その昔までは、えーとまあまあ、当然あの労働者が資本家に対して反抗するのは、まあ、資本家にとって面倒くさい行為だったので、えーまあ、そ面倒くさいのは禁止しようということで団結禁止法というのが出されていましたがええー まあ、あの時代の流れ的に、まあ、自由主義、えーまあ、政治的自由を許そうということで、えーまあ、労働者にも反抗する権利つまり労働組合の設立をする権利が与えられました、えー、1833年には総括的な工場法が施行されました工場、えーまあ、法っていうのはちょ,っとあのちょっと調べるの忘れましたはい次です <laughs>、えー、1828年には審査法が廃止され29年にはカトリックへの差別を撤廃するカトリック教徒解放法 解放令かな法かなうんまあ多分法ですけど解放法ですね。<laughs> が施行されました。えー、まあそうですね。えー、イギリスあの北の方、ヨーロッパの北の方ってえっ、ー、とプロテスタントが多いんですね。えー、ですから、えー、やっぱあのプロテスタント あのカトリックって昔プ,プロテスタントのことを、うん、クソバカにして、まあ、クボコボコにしてたわけですねえですからえプロテスタントは、まあ、カトリックを、まあ、当然差別するわけですねえでも自由主義の流れによって差別っていうのはダメなんじゃないかということで、えー、カトリックへの差別を撤廃するカトリック教徒解放令下法をが施行されましたでえー、まあ 先ほどお話しした通り政治的自由が1832年には第1回選挙改正がなされ都市の中産市民層に選挙権が拡大したということでね、えー、まあ昔までこれより前までは、まあ、あの上流階級とか産業資本家あ,あ産業資本家は違うな上流階級の方々しか選挙に参加することはできなかったんですが第1回選挙改正によって 都市の中産市,民層え中産市民層というのは、まあ、産業資本家とか、まあ、ブルジョワの方々ですね。えっと、ブルジョワの方々にも選挙権を与えようということで、えーまあ、選挙権を与えるために第1回選挙改正が始まりました。で、まあ、当然、まあ、中産市民層だけに与えて、まあ、あの他の労働者階級に与えないというのは、まあ、当然不公平なわけで、えーえー、この後、えー、選挙権が与えられなかった労働者階級は、 えー、男,子男子普通選挙戦などを求めるチャーティスト運動を展開しました。えー、まあ、えーと、労働者もあ前も選挙権欲しいということで、えーまあ、政治運動をするわけですね。まあ、そもそもね、えー、教養のない人に選挙権を渡しても、まあ、正しい判断ができるのかということで問題だとは思いますけど。 はい次です。えー、1860年代末から、えー、あ千あ80年,年代末から、えー、千80年代半ばにかけて、えー、新興産業資本家層の利害を代表する自由党と地主の考え方を代表する保守党が交互に政権を担当する二大政党が確立しました、えーまあ、新興産業資本家層っていうのは、まあ、主に産業資本家ですね でうん、産業資本家の、どうだろうな、えー、まあ、そうですね、イメージ的には、まあ、産業資本家っていうのは、まあ、まあ、自由になんか、ね、商売したり、い,やまあいろいろやったりするの,するので、自由党を結成して、まあ、保守党っていうのは、まあ、保守ですね、あの自分を守ろうとする。 だからあんまり、まあ、あの、えっ、ー、と、なんか、政治をどんどん変えていくのに反対みたいな、慎重に行こうぜみたいな感じの、え、やつが地主の考え方を代表する保守党ですね。で、自由党と保守党が交互に政権を担当する二大政党が確立しました。まあ、当然バランスがいいわけでいいと思います。はい。えー、次です。 イギリスは1801年アイルランドを併合し国名をグレートブリテン・アイルランドとしたあ、アイル、グレートブリテン・アイルランド連合王国としましたえー、ここに、えー、関するねうん、あ、解説は、あそうですねえっ、ー、と、まあ、イギリスはもともと今だと、えーグ,リえー、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国なんて言うんですけどえっ、ー、と、今だとね あ今じゃや昔だと、まあ、グレートブリティンだけだったんですね。でそこにアイルランドを併合,併合しようということで、えーまあえー、グレートブリティン、アイルランド連合王国となったわけですね。はいまあ、あんまり特筆すべき点はないかなと思います。でここから、えーとえー、絶対王政から、えー、自由主義に至るまでの流れですね。今までがちょっと自由主義の説明でした。あちょっと順番間違えましたね。<laughs> えっと、1814年から15年、ウィーン会議が開かれ、オーストラリア外相のメッテルニヒを中心にヨーロッパの新しい国際秩序、えー、ウィーン体制が築かれた。原則の一つはフランス革命以前の王朝を復帰させる政党主義、もう一つはフランスとスペインの拡大を抑えるため、大国間の勢力均衡と協調を図ることだった。ということでね、ウィーン会議、えー、ウィーン会議はまあ、 別に説明すべき点じゃないんですけど、えー、1814年から15年、ウィーン会議が開かれ、オーストラリア外相のメッテルニヒを中心にヨーロッパの新しい国際秩序、ウィーン体制が築かれた。えー、で説明すべきはウィーン体制ですね。ウィーン体制っていうのは、えー、まあ、えーまあ、なんかちょっと絶対王政がグラグラしてきたから、まあ、絶対王政に戻そうということで、えーまあ、ウィーン会議を開いて、まあ、国際秩序、まあ、ウィーン体制を作ったわけです。 ウィ、えーン体制の原則の一つとして、政、え、党、ー、主義。政、ま、党、あ、主義というのは、まあえー、自国の領土は正当な君主によって支配されるべきという考えですね。でえーあーっとまあ、これなんかイスラームとかでも出てきましたよね。あのスンナ派とかシア派とか。まあ まあ政党にこだわる、まあ、必要は全くないと思うんですけれども <laughs>、はいで、もう一つはフランスとスペインの拡大を抑えるため、えー、大国間の勢力均衡と協調を図ることだった。えー、というわけです。えーまあ、解説ね解説しますか、正当な君主によって支配されるべきという、えー、決まりを作ることによって、えーとまあ えー、他国が、えー、A 国が B 国に、えー、干渉する、えーまあ、つまりあの侵,略侵略することを防ぐわけですねはいうんまあわかるかなはいいいよ <laughs> でウィーン体制を支える組織としてロシアのアレクサンドル1世の提唱で申請同盟が大国間で ロシアではデカブリストと呼ばれる自由主義と、ああ、間違えた <laughs>、えっとえー。ウィン体制を支える組織としてロシアのアレクサンドル一世の提唱で新生同盟が、大間では四国同盟が結成され、ドイツではブルシェンシャラフト、イタリアではカルボナリ、ロシアではデカブリストと呼ばれる自由主義とナショナリズムの運動が弾圧されました。えー。うーんと。 そうですね新生、えー、同盟のご説明からいきましょう新生同盟っていうのはまあキリスト教義に基づく、えー、同盟ですねえーまあ、ヨーロッパの大抵の国は、えー、ここに加盟してましたねまああのなんか臨時愛だとかまあキリスト教義に基づく名約で結成されましたで大、えー、国間大国っていうのはまあフランスとかスペインとかまあ この時代に影響力があった国たちですね。までは四国同盟が結成され、えー、結成されましたね。この目的は何,何かというと、えー、絶対王政を揺るがす存在である自由主義、えー、民族主義運動の抑圧です。<laughs> で、そのそういう団体。 の名称が何なのかっていうとドイツではブルシェンシャフトイタリアはイタリアではカルボナリロシアではデカブリスト、えー、この人たち、えー、この団体が、えーまあ、あの四国同盟によってまあ弾圧されました抑月か <laughs> ではい次です 1821年から29年のギリシャ独立戦争では、えー、バルカン半島から東地中海への勢力拡大を狙うロシアイギリスフランスへの支援を受けたギリシャがオスマン帝国からの独立を達成した、えー、そうですねこの文章の解説は、まあえー、8割方まあ推測になってしまうんですけど、えー、まず、えー、ギリシャ独立戦争 の中心はロシア、イギリス、フランスとあとギリシャですねギリシャがロシア、イギリス、フランスの支援を受けて、まあ、オスマン帝国からの独立を達成するわけですえ、まあ、オスマン帝国は、うん、ちょ多分地図見てみればわかると思うんですけど、まあ、場所を知りませんけど <laughs> まあそれで、ねまあ、大体南の方ですね南あギリシャの方にあった、まあ、でかい帝国があったんですよで、まあ、当時ロシアとかは まあ、あの南下政策を進めてて、えーえー、ですからまあオスマン帝国を弱体化させるためにギリシアを独立させたと考えられます、うん、まあ利益がないと、まあ、ウィンウィンの関係じゃないとまあ, <laughs> あのそんなね戦争なんてまあ慈善、えー、活動や、えー、戦争なんてねボランティアじゃないんですからね やっぱ民々の関係じゃないと、ね、戦争なんて成り立ちませんから、えー、ですから、まあえー、ギリシャ独立戦争が起こりました、えー、でこっからが、えー、革命ですね1830年にフランスで起こった7月革命でブルボン朝のシャルル10世が亡命し自由主義者のオルディアン公ルイ・フィリップが王位についた、えー、これを7月王政と言います えこの革命に刺激され1831年ベルギーがネーデルランドから独立しましたえー、まあそうですね、えー、うん解説としてはあ大事なのは、まあ、7月革命によってシャルル10世が亡命して、えー、自由主義者のオルレアンコルイ・フィリップが王位につきました自由主義者がトップについたということはその国の政治も自由主義になるわけですえー で、これを7月を忘と言います。で、まあ、やっぱり、あのー、日本の第二あ、太平洋戦争の時もあったんですけど、えっと、この革命とかに刺激されて、まあ、他の国も革命を起こして、まあ、なんか、体制が変わるというのが、まあ、よくあることなんですね。で、1831年にベルギーがネーデルランドから独立します。え、まあ、あのー、太平洋戦争で、あのー、なんか、 えー、日本の日本に刺激されて、まあ、独立運動が起こったところを挙げてみるとね、僕日本史あんま詳しくないんですけどね、えー、っとね、インドかな、インドでガンジーさんがなんかね、えー、無ひ非暴力を訴えてなんか運動してた気がしますね。で、あと、あれか、バングラディッシュもなんかね、なんか日本の影響を受けて、で、 革命が成功して、えー、なんか国旗を日本っぽくしたみたいな話もありますね。で次です、えー。19世紀前半には理性よりも自由な感じを普遍性よりも個性を重視するロマン主義が広まった。フランスの画家ドラクロワや、えー、ポーランドの音楽家ショパンなどが活,動しあ活躍した、えーまあ。ドラクロワは、まあえーとえー、調べていただければわかると思うんですけど、まあ、あのなんか自由な絵ですね。でこの ロマン主義がどこから来るかというと自由主義ですね自由主義によって、まあえー、自由な感情個性を、えーまあ、表現しようということで、えー、ドラクロワや、えー、ショパンなどが活躍するわけです、まあ、この時代、えー、理性よりも自由な感情普遍性よりも個性を、えー、重視する、えーまあ、あの芸術思想をロマン主義と言います えーまあ、わかんないことは理性はですね、まあ、自分を押さえつけるもの、えー、普遍性っていうのは、えーまああのー、ずっと変わらないものですから1、まあえー、は自然数であるみたいな感じのものですね1、まあ、に個性はないじゃないですか、まあ、あるっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、それが普遍性ですね、はいでえー、と最後の行ですね自由主義政策により工業化が進むと 社会主義革命化が現れたドイツのマルクスやエンゲルスは、えー、共産党宣言を発表し労働者の、えー、国際的団結による社会主義の実現を訴えたえー、まあそうですね、えー、とマルクスやエンゲルスの共産党宣言によって社会主義革命化が爆発的に増えますまあこの社会主義思想っていうのは えー、どこから来たかというと、まああのー、自由主義への不満ですね、えーまあ、自由主義はまあ、えーとまあ、なんか素晴らしく聞こえると思うんですけど、うん、まあ産業資本家が得をして、えー、労働者階級が、えーまあ、なんか損をするみたいな感じですよねで社会主義がどういうし、えー、思想かというと,、えーとなんかね、資産資産を分みなんか国民みんなで分配して平等にしようぜっていう考え方を社会主義 と言います、ねえー、で社会主義革命家が現れて労働者の国際的団結による、えーまあ、労働者が団結しないとやっぱりあの労と平等にしようという思想、えー、は実現しないわけですから、えーまあえー、そういうことを訴えました。えー、まあ 革命がなぜ起こるかっていうと主に現体性の不満から起こりますね。えー、ということで、えー、今回は終わりです、えー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。